Video Diary November the 17th, 2019 by Hiroshi Hayashi, Hamamet City, Japan ビデオ日誌2019年11月17日、林博史です。こんにちは。バフォメットというのは誰かということなんですね。見るからに恐ろしく不気味な形相をしています。上左がですね、そのバフォメットですが、それと同じ、まあ、と考えて良いアーティファクトがですね、メソポタミアのウルから発見されています。女王プアビの墓から発見されたアイテムです。中央やや右寄りということになります。でここに表現されているのは、一般には牛と言われていますが、牛ではありません。牛のようなアーティファクトも実はその右にありますけれども見つかっています。そしてその下に牛の写真を貼り付けてみました。で比較してみてください。中央言いますか、上中央はですね、果たして牛なのかということなんですね。牛ではなくて、私は現在のバフォメットに酷似していると判断しました。つまりバフォメットということになるわけですね。となると中央のこれは何を表した、まあ、動物かということになりますが、言うまでもなくマルドックということになります。マルドックイコールバフォメット説はですね、こんなところから生まれました。で念のため神々の系図を調べてみました。メソポタミアの神々です。右上の赤丸が、これがエア、エンキ、プロメテウスです。そして左下がマルドックとなります。つまりサーペント族ということになるわけです。でそのエア、エンキはですね、エンリルの息子のネルガルにどうやら殺されました。つまりプロメテウス、エンキはですね、すでに亡くなっているということですね。その意思を継いで、まあ、エンキ、エア、プロメテウスの後と言いますかね、立場を引き継いでいるのがマルドックということになります。ギリシャ神話名ディオニソースということになります。そしてその流れがずっと時を離れてルネサンスへとつながっています。まあ、これはサルバドール・ムンディと言われている人物の神の絵ということになっています。サバジオスのハンドジェスチャーをしている点にも注意してください。そして下へ行きまして、それぞれの神って言いますかね、その時々の神がマルドックイコールバフォメットの姿を表現しているということです。中央特に、右寄りですね、バフォメットとジョージ・ワシントン像がですね、酷似しているということもあります。これは私の設定はありません。というか、私が発見したことではありません。まあ、ともかくも、ジョージ・ワシントンはこのような形でマルドックを信仰していた、いるということになるわけですね。で、そのマルドックこそがですね、現在私たち人間がですね、イエスと位置づけている神ということになります。決してマルドック自身はですね、私はイエスと語っているわけではありませんけれども、つまりはシャマーシュイエス、殺されてしまったシャマーシュイエスの後を継いでですね、つまりそのマリア教に対して何らかの、まあ、対抗的ないろいろな措置を取っているということになります。そして現在ですね、下を見てください。ウォルト・ディズニーの作品には、まあ、そうしたそのマルドック派の作品が多いということです。美女と野獣もその中の一つということになりますし、ライオンキングもそうですね。それから猿の惑星、我々もディズニー作品ではありませんけれども、やはり同じようなコンセプトで作られた映画ということになります。マレフェセントもそうですね。まあそういう形で現在社会の中においてもですね、マルドックは文化的な影響力を強く持っているということになります。でそのバフォメットの基本的な考え方が、つまりは妖怪、誘拐と凝固ということになるわけです。一度常識をすべてバラバラにして、そして組み立て直しなさいよというふうに解釈できます。人は見かけで選んではいけませんよね、と同時に神もまた見かけで選んではいけないということではないでしょうか。その現れが
バフォメットの姿ということになります。